ハロー YouTube、 どうもこんばんは、ヤピです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということでですね、いよいよあさってかな、9月1日、コロナワクチン接種2回目ということで、モデルナですよ、モデルナ。まあ、どうなんすかね、なんか異物混入したロットで打っちゃったら死んじゃったとかなんとかっていう放送、ニュースがありましたけど、まあ多分大丈夫でしょ、大丈夫なと思うんですけど、そういったところではね、ただやっぱね、発熱はね、やっぱね、まああるんでしょうね。で、熱って結構きつい、熱きついのと、あと頭痛、まあ関節痛ならなんとか耐えられるけど、もう頭痛持ちの俺からすると、もうほんと頭痛ってもう憂鬱なんですよね。まあラッキー、楽な人はいないと思うんだけど、まあその辺考えたらね、ちょっとね、まあもうロキソニンも取り揃えてますし、イブプロフェン系のナロンエース、イブクイック、あとタイレノールは、まあアセトアミノフェン系ですね。まあその辺もね、ちゃんと抜かりなく揃えてますんで、3つ。まあ一応基本はロキソニンで対応しようかなと思ってますけど、ロキソニン S ですね、一番まあシンプルな標準のタイプ。ロキソニンプレミアムとかもあるんだけど、あるにあるんだけど、まあなかなかその、一応ロキソニン S だと3回までパターンにとしては飲んでいいよって書いてある場合もあって、なんであれはそうだといいのかわからないんですけどね。まあ4時間以上経ってればね、まあ飲めるのかな。まあ最悪、まあそれでもダメな時は飲むというね、ことになりそうなんですけれども、まあというわけでですね、まあ食欲も多分これからな、ちょっとその9月1日2日3日ぐらいまでかな、あるそうなるかもしれないんでね、今ちょっとね、こうお菓子をねちょっと食べて、その恐怖感を紛らわそうという、まあ手でございます。最近ですね、私がハマってますのが四季島のふーちゃんふ菓子ということで、まあ、なんと蜂蜜入りっていうね、こう嬉しいですね。でお得用、お得用って結構これいっぱい入ってるんだけど、これ封切ってこれ開けちゃうと家族のみんなが食べちゃって、あっという間になくなってしまうと。で、大体この1袋300円ぐらいするのかな、あんまり値段気にしなかったし、もう気にしないけどね、確か300円ぐらいしたような気がする。で、やっぱね、これのね、いいところはですね、やっぱり黒糖ですよね、黒糖ね。はい。精製した砂糖ではないということで、まあその辺もね、安心して食べれるのかなというところでございます。でもあんまりタッパ食べ過ぎはね、やっぱりよく体にも良くないから、ほどほどにねした方がいいのかな。あとはね、私がもうこれと大体買ってくるのがソフトサラダです。うまみのある仕味、もうこれもね、まあ本当かどうかは知らないけど、沖縄のシママースを使用してます。はい。で、私塩は普段のね、調理の塩は、ヌチマースを買っておりますね。ヌチマースね、沖縄の海からね取れた、ヌチマースでございます。ちょっとパウダー状になってましてね、 75% ぐらいがまあ塩分で、あとの残りの 25% ぐらいが確かね、ミネラルだったような気がするんですけど、まあ塩化ナトリウムと言われる食塩というものよりも、まあ、非常に口当たりが滑らかで、ビリッとしたようなね、刺激的なしょっぱさっていうのはね、全くありません。で、旨味をね、まあ、食材の旨味をね、完全に引き出すようなね、いい塩なんですよね、本当にね。まあそういう塩を、そのヌチマースが合ってるかどうかわからないんですけど、きちっとした塩を取ると血圧下がるとかね、なんかそういうことも聞いたことあるんでね、私医者じゃありませんからわかりませんけど、まああんまりそういったものは、例えば、まあ、塩化ナトリウム 100% みたいなのとかね、あと精製された砂糖とか、まあ、真っ白なやつね、はやっぱりあんまり体に良くないのかなって最近気づき始めてきたとこです。というわけで、お米もね、
本当だったら玄米とか食えればいいんだけど、さすがにね、今までね白米しか食ってない人間が玄米というわけにはいきませんので、本当だったら3分づき、ま、ぐらいまでとか言うんだけど、それも無理なので7分づき米を注文してお取り寄せしてます、北海道の方から。うん、別にそんな高くはないかな、10キロで4000円ちょっとぐらいかな。うん、だめちゃくちゃ高いってわけじゃないんだけど安くもないよね。うん、で真空パックで送ってもらってっていう形で、定期的にね、定期的にっていうか、まあ、なくなりそうになったら早めに注文って形で、まあそろそろ新米の季節ですけどね。うん、まあ美味しいお米があればね、やっぱそれ幸せですからね。はい、でもこれもね、まあ、まあ食べ過ぎは良くないんですけどね、ちょっとなんでこんなものも用意したかというと、その発熱した時に胃に何も入ってないとやっぱ薬飲めませんからね。うん、まあ、ご飯も食えるかどうか分からんしね。うん、ちょっと未知数な部分がありすぎて、ワクチン2回目打ったらこうなった、ああなったっていうね、事例がまことしやかにささやかれてるわけですから、まあ身構えてしまうのもしょうがないのかなといったところでございます。というわけでですね、今日はですね、まあ、なんてことはない私が今度ワクチンをビビってますよという、ただそれだけの動画でございます。あとはですね、お知らせがございまして、私のですね、ヨッピーエンターテインメントチャンネルでですね、今まで自分のねオリジナルソングとかもね、全部ね込み込みで配信してたんですけども、アップロードしてたんですけども、やっぱりちょっとね、他のこういった動画がね、いろんなものを扱いすぎて、その中に音楽が混ざっちゃうと、まあよくわからなくなってきちゃってるっていうの、まあ再生リストとかもあるんですけどね。うん。だから順次ですね、その音楽はね、もう音楽用のチャンネルで、配信することにいたしました。まあこれがね、まあそれなんですけどね。ワンワールド、BTM ミュージック by ワンワールドということで、順次ね、ちょっと上げさせていただいてます。まあ、上げる部分に関しましては、なるべくね、音源、これ、なんか、私もちょっと勉強しました。はい。音圧上げすぎるとダメみたいね。ラウドネスとかね、あって、ダメらしいんで、その辺の調整をしつつ、まあミックスのあたりのイコライザーとかも調整しつつ出せる分には出していこうかなと。まあじゃあちょっと順次ちょっと埋めていきます。昔のね、ヨッピ名義のね、曲もね、ちょっとファイルが見つかり次第ね、少しずつちょっと上げていこうかなと思ってます。まあもちろん新しく出す曲はもう全部ここでしか出しませんので、はい。よろしければですね、DTM ミュージック by ワンワールドというチャンネルなんですけれども、こちらもね、チャンネル登録をしていただければ、とても嬉しいです。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでですね、今日は、お知らせというもうこちらで以上ということで、どうもありがとうございます。さよなら。